吉根さん、写真家ですか。今ね、誰でも何にもなれる時代だし、その自分は何々ですっていうふうにジャンル分けすらしなくていいような時代なのかなと思うんですよ。よく言われるのがコンサルタントっていう言葉ありますよね。コンサルしてますとかね。私がこれにね、すごくね、違和感を感じるのは、コンサルって別に雑談でしょっていう話なんですよ。でしかも、なんとかかんとかコンサルタントってつけるとそれっぽく聞こえるんですけども、まあ無資格だし、何か実績がなければできないわけじゃないし、いわゆる誰でもそういうふうなコンサルティングブランディングってできるんですよね。で、振り返ってみるとね、山口陸電子書籍の時代あるじゃないですか。あの時私地域でアイドルさんのイベントやってたんですよね。で、私がアイドルさんを募集したりとかしてたんですけども、まあ、言ってみればプロデューサーブランディングですよ。私はプロデューサーとは言わなかったんですよね。単なるステージのスタッフですよっていう風な形だったんですけども、まあでもね、10代の女の子から見ると、あ、久保さんに頼んだらステージができるんだとかね、芸能界につながるんだっていう風に思われるわけですよ。私そんなこと一言も言ってないですけどね。ただ地元に、まあ、いわゆるね、ローカルな芸能事務所がいくつかできたっていうのは事実なんですよ。で、そこに対してローカルなそういった芸能事務所も私の方に女の子集めてくださいって言われるし、私も女の子から事務所を紹介してくださいって言われるんで、マッチングはね、自然にできたんですよね。ただ私専門技術もないし、単なる麻雀の親父ですからね。だから待ち合わせ場所が麻雀店なんですよ。何なんですかね、これはね。まあ、そういうこともあって振り返ると、あの時私がね、もしかしたらなんとかかんとかプロデューサーですよって言ったら、割とそっちの道もあったのかなと思いますけども、まあ大したとこまではいかないと思いますけどね、金もなかったし、そんなことを思い出しちゃったなと思います。だから逆に言うと、そのインスタグラムでなんとかかんとかフォトグラファーですっていう風なブランディングっていうのは成功しやすいってことなんですよね。ただ成功しやすいけども、吉田さん、大事なのはもうコンスタントに画像を上げていかないとできないんで、形だけやってもすぐにね、皮が剥がれるんだろうなと思うんですよ。考えてみたら、私もアイドルのイベントって5年以上やってたわけですよ。やっぱりそういう風な積み重ねがあるから、あ、いつものあの人ねってなったりとか、あと、まあ私の元でステージとか出て、それで社会人になった人が、あの人の対応良かったよっていう風に言ってくれてたんで、なったと思うんですよね。それはまあありがたいことだと思いますし、まあ、アイドルステージの近くに私の店もありましたんでね。で、うちの社員とかもスタッフの応援でやらせてたんで、自分の会社の仕事として。そういうところもあったのかなと思いましたね。懐かしいですね、アイドルイベント。で、山口陸、今年の夏は行きますとか言ってね、結局1回も来ずというね。これは一体、これもまたね、行く行く詐欺ではないかなということでね、マトリックスアフィリエイトバキューンがまたやってきそうですね。行ってらっしゃい。